ほら、いかんよ。とうとう食べてしまいました。かわいそうなことをしてしまいました。実は知らない鷹の秘密、途中食事のシーンが含まれます。苦手な方はごめんなさい。半年前から保護猫が3匹我が家の家族になりました。ここの先輩として私がきっちりここの生活の作法を教えてあげる。アテンション、うわなんだその反抗的な態度は。お前たちこの鬼分層をなめるとはいい度胸だな。今夜のメニューは野良猫のムニエルに決定だな。楽しみに待っておれ。A few moments later. 鬼教官殿、待ってましたよ。こいつらガチの野良だったからちょっと怖いんだよね。教官殿、一丁揉んでください。あ、大事な用事を思い出した。各自自主教練しておれ。あ、逃げた。茶番はここまで。かわいそうですが、駆除された鹿の肉です。鷹は生肉を食べます。体重の1から2割で平らげてしまいます。こんなにたくさん食べて、体が重くならないの。鷹が食べたお肉がどうなるか、説明してみた。歯がないし、私たち哺乳類とはかなり違いますね。鷹の胃袋は首のすぐ下にあります。お腹いっぱい食べるとここがパンパンに膨らみます。ここはその胃といって、食べたものを貯めておくところです。正式には胃袋ではなく食道が変化したものです。その胃の中には微生物がいて、食べたものの発酵が始まります。その胃の後ろに食道があります。食道を通って食べ物を消化する胃に送られます。胃は2つあり、前方を繊維、後方を筋胃と言います。繊維では胃酸や消化酵素が分泌され、食べたものが消化されます。筋胃の内部はとても厚い筋肉で囲まれており、表面はヤスリのようにザラザラしています。筋胃の筋肉の収縮で食べ物をすりつぶします。鷹は穀物を食べる鳥よりも繊維が発達していると言われています。消化された食べ物は小腸である十二指腸、空腸、海腸、盲腸を通り、そこでほとんどの栄養分が吸収されます。その後、大腸に送られ、水分とナトリウムが吸収されます。その後、総排泄口に送られます。これは直腸、排尿口、生殖口の役割を兼ねた器官です。いわゆるお尻です。鷹はおしっことうんちを同時にします。しかもお尻を上げて、遠くへうんちを飛ばします。こうして鷹に食べられた動物はうんちとなって地面に振りまけられます。鷹は食べるのも早いですが、消化して排出するのも早いです。うんちを素早く排出して体を軽くして空を飛ぶ準備をするために、この独特の消化器官があるんでしょうね。鷹に食べられるととても早くうんちになって体外へ排出されます。鷹にはまぶたが2種類あります。人間と同じように垂直方向に閉じるまぶたと、横に閉じる瞬膜という薄いまぶたがあります。瞬膜のおかげで飛行時に目の乾燥を防いだり、ゴミが入らないようになっているそうです。まぶたも下から上へと閉じます。お腹いっぱい食べると眠くなってしまいます。
カは種類にもよりますが、結構人になれる子もいます。ピヨピヨ言っている時は甘えている時です。ヒヨドリ。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。